はい、こんにちは、久保です。えっ、ー、と、13時27分にちょっとチャートを開けてみたんですけども、これ下の方を表示されてますけども、数字が出てますよね。えー、上の方に、えー、っと、時間って書いてあって、5月、2018年5月30日、2時32分14分と書いてます。ちょっと時系列がおかしいんですけど、日本時間じゃないんで。えー、これがですね、今朝私がトレードの画面を出しながら、ゼロラインっていうのを設定して、 すぐにですね、エントリーして、えーえー、すぐにエントリーし、えー、エントリーしてすぐに動画を撮って、動画を閉じた後に、まあ、5分ぐらい見ててですね、決済はしたその後、1万500円今朝の動画を撮ったあ、5分後ぐらいにはこの利益確定を起こしました。で、その下にあるのが、今週の、だから月か、そして今日までに、えー、積んだ利益の額ですね、1万7750円。 があ、現在まで利益が上がっていると。で、今朝が大きかったんですよ。お1万500円でね。ほんとこれ、えー、ちょびっとの時間の間でこれだけが作れたと。本来5000円でも十分ですよねって私言ってましたけども、その後もうちょっと待って1万円まで伸ばしたところで決済したというところです。ポイントはこちらですよね。えー、価格帯で言うと、えー、108の291なんで、どこでしょうね。この辺ですかね。 もうちょっと上か。もうちょっと上なんですけど、すいません。これはね、270の赤いラインですけども、これはもうちょっと上なんですごくいいところで決済してるでしょで、決済した直後に、チャートバーが変わってずっと上がってるわけなんですよ。うん。で、私はここで、決済のタイミング、取得単価がいいのと、取得単価はこのゾーンを超えたところで買うって言ってまして、本当にそっかいましたけども、その後、決済のタイミングも良かった。最大に近い利益を取って、 本当はね、この一番下まで降りるかなと思ったんですけど、まあ、そこまでよく置かずに、いつも、1万円超えたなと思ったら決済するのがよ私のパターンなんでね。決済した後、うん、まあ仮にね、この下まで伸びていったら惜しいと思わずに、まあこれが今日の目標金額だったんだからいいじゃないかということで終わらしているってことなんですよね。で、負荷を置いしなかった結果、その後反転したところで、えー、せっかく取った利食いを、 まあなんて、警察に住んだと人ですね。えー、すごくげが出てますから、下手したらゼロラインでロスカット食らって、プラマイゼロになっていたかもしれません。まあマイナスにはならないんで、それでもゼロラインの設定は良かったということなんですけども、ね。で、スクワードもきちんとしてましたんで、どう転んでも損失は少ないと。で、利益だけ大きいみたいな今日のベッドだったんですけども、まあ今となってはですね、この MA の中にこの赤いラインが紛れ込んでいってますから、こっからまた売りにかけてもいいのかなと思います。例えばね、 えー、意識される点がここなんですよ、今回。ここ。今ゾーン引きましたよね。ここに来ると、売りが入って下に押し戻されるっていう圧力をここに感じることが皆さんできました。あと、まずここでですね、大きな、青いラインがドーンと出てるでしょ。で、次がですね、こちらです。赤いラインで上に上がったんだけども、下にドーンと叩き落とされたところですと。で、3箇所目がここですね。赤いラインから包み足が出て、下の方にどんどん行ったというね。 ということは、これから赤いラインが入ってますけど、ここから買いに行くのはちょっと危険でですね、やっぱりもう一回売りを考えていって、午後の時間を過ごしていくという形で、えー、また二度目のですね、追撃を取れるんではないかなと思います。私はもう目標予算今日1万円行ったんで、もうやりませんけども、やるとしたらですね、えー、ここから売りをもう一回かけていこうかなっていうところですね。またこの108円の、いくらでしたっけね、212のこちらのところまで、 落ちていくことが考えられるんではないかなと思います。今度落ちたら本当ここまで行くんではないかなと思いますよね。さあ、どのように見るかですね。あとはね、一時間足を解説しました。まあ私だけ利益確定してね、すいませんけども、同じようにじっくり見れた方は、いいところで利益確定して、まあ1万円とは言いませんけども、5000円前後は取れてたんじゃないかなと思います。ただまあ、あの、ポジションをね、取って、 後にしばらく放置っていう形の方は0ラインでロスカットに入ってプラマイゼロで今このチャートを見てるというところかもしれませんね。それでは失礼します。